うい、やっと50回まで来ました。回復させていきましょう。危なげなかったですね、まあ、こっからが本番っていうのもあるけど、いきます。中ボスは誰だろうね。すごい、私雲の上に乗ってます。ここは天の頂なんですね。なんか今ふとマリオ RPG のさ、マロの故郷を思い出してしまったわ。わかる人いるかな。もう逃げられませんよ。張り切ってるな。まだちょっと早いんだよ。まだここは中間地点なので銀律の騎士はおそらくいねえと思います。なんとまだ道半ばだったんですか。何時頂を目指すものなりか。おお、よく名前覚えてたな。俺は覚えてなかったぞ。答えなさい。ドンキホーテ様をどこに幽閉したんです。そういうことを聞いたって無駄だよ。とにかくあいつを倒さない限りドルシニアさんは先に進むことはできないんだ。わかりました。どういう傾向であれ私は悠然と勝負を挑んでいくまでです。なんか筋肉マンに出てきそうだよね、このボス。ガラスの靴で踏まれたいのはどの子かしら。あめんな。オッケーオッケー、全然問題なくいけそうです。来たか。オラオラーと。ドルシネアは大丈夫か。オッケー、カービラナイス。また一つ可愛い愛が生まれたわ。さすがに中間地点を任されているだけあって容易な相手ではありませんでした。そして現実の騎士の強くはこのものより上というわけですね。ま、普通に考えればそういうことになるな。ちょっと待て。いや、まあそうでしょ。お、名言来たか。不都合な事実から目をそらしたって、それが消えてなくなってくれるわけじゃねえんだぜ。いいね。なんか化け物語でも言ってたよね。なんだっけ。目をそらすだけじゃ問題を解決したことにならないけど、ならないよ、みたいな。逃げてもいいけど、みたいな。ありがとうございます。その事実を心に留め置き、今後も修行に励むようにします。優秀な生徒だ。とりあえず一度地上に戻りましょう。成長の水を使わないことには何もできませんしね。俺はどれぐらいゲットできたか楽しみだぞ。クリア。結構宝箱をゲットしたからね。はい、6。はい、切り替え技も OK と。OK です。さあ、頂上まで行くのか？あー、足りない。足りないですね。行きましょう。うわ、ちょっと足りない。仕方ない。登りましょう。はい、でも、ボリュームあるな。ということで、また下から頑張って登っていきたいと思います。では行ってきます。いやー、終わった。多分100回行きました。やっと OK。 ボスの正体がわかるかな。豆の木の成長が止まった。うん、これでドルシネアさんは天の頂に足を伸ばせるはずだよ。ではついに、ほ、囚われ。だったらドルキャッツでも取り戻すことはできるのですね。はい、ですがその前に最大の脅威が立ちはだかっていうことを忘れなくだな。そしてどうやらヤッコさんも豆の木は成長しきった気配を感じ取ったようだぜ。待っててくれる優しさね、ボスの。つ、やれやれ恐れ入りましたよ。ただ騎士から崇拝を受けるだけだった聖女様がこんなことをやり遂げてしまうなんて。はい、そうです、私が銀術の騎士です。素直。ドンキョーテ様、今もあなたのもとにいらっしゃるんですか。はい、彼ならピンピンしていますよ。ですから気をもむ必要ありません。そのような言い分信用できません。ドンキョーテ様お返しくださいませ。
やはり僕のことを誤解しているようですね。彼のためを思うのであれば、彼のことは僕に任せておくべきなのに。どういうことだろう。考えてみてください。彼の妄想は現実に影響を及ぼし、実像を歪めてしまう時もあるのですよ。しかし神にも匹敵するその力はご本人にすら使いこなせていない。末恐ろしいとは思いませんか。放っておけばいつかとんでもない事態を招いてしまいかねない。誰かが手綱を引いていかねばいけないんです。いかがでしょう。ここまでで僕は何か間違ったことを言いましたでしょうか。確かに。グーの音も出ないか。あ、言ったわ。では、あなたはドンキョーテ様に妄想を使いこなす術を教えてくださるのですか。ああ、いい言い返しだね。いいえ、それは違います。僕はドンキョーテの妄想を封印し、彼を一人の郷土に戻そうと思っているんです。ふるさとかな。意味がわからん。そんなことして、あんたに何の得あるんだ。ついでに言うなら、ドンキョーテさんのためにそこまでする理由もよくわからないです。理由はあります。僕はドンキホーテの本名、アロソン・キャーノさんの友人ですから。あ、なんかさ、知ったこと、知ってる風だったよね、お互い。最初。お、イケメン現れた。そろそろ僕の素性を明かしましょう。僕は、アロンソさんと、東京の学士サンソン・カラスコと申します。医師に話を聞いたところ、彼の病は病状が一番なんだそうです。西洋かな、西洋が一番なんだそうです。しかし彼はあの通り全く人の話を聞きません。彼に救う妄想は遠からず彼自身を滅ぼす。そうなってしまったら元も子もない。だから彼の妄想を封じることにしたわけですよ。その方法にたどり着くまでに、本当に本当に長い時間が必要でした。そして大木の番人として、アロンソさんに試練を与える立場になれば、その力を手にできることを知ったんです。誰だろうね。とにかくこの力さえあれば、アロンソさんの妄想を抑え込むことはできます。苦労しましたが、だいぶ弱体化させましたので、もうすぐアロンソさんから妄想を切り離せます。これはいいなこと。僕は今していることはアロンソさんのためになることなんですよ。そうだね、そうやったね。ですが、豆の木の試練は本来そういう性質のものではありません。今回の試練はもともとアロンソさんが自分で妄想を制御するために課されたものでした。アロンソの妄想が頑張る豆の木だったのかな。そう、アロンソさんの中で妄想が膨らみすぎ、現実と入り混ざり混沌が生まれていた。試練の意味すらこっぴどく、却下した。とにかく万人は万人として必要だったので、僕はそのポストに収まり、アロンソさんを指導することになったんです。なんかすごい熱心なやつに感じるけどね。事態は逼迫しています。アロンソさんには自己承諾でご了承いただくしかないと腹をくくっております。友人って言ってたね。簡単に論破されてしまいました。妄想はきれいさっぱり消滅したら、アロンソさんは責任を持って僕は連れ帰りますので、どうかご心配なく。これはドゥルシネーヤがズバリ言い返してくれるんじゃないか。僕と敵対するリスクを考えなすべきだろう。あなたは今回、豆の木というこの不思議な場、いや、僕が制御中のアロンソさんの妄想により、その肉体を保っていっている可能性が高い。だったらあなたはここは何もせず、ただ僕に任せておけばいいはずですよ。言ってしまった。ねえ。あの人が言った通り、ドン・キホーテ様の妄想は過去に何度も自身を滅ぼしかけています。
かくいう私にしてもドンキホーテ様が思い描く理想の女性像そのもの。私がいるせいであの方は結婚に意志を向けず孤独な老後に向けて突き進んでいます。まあいいんじゃないか。そこはもしかすれば妄想を封じることこそがドンキホーテ様を真の意味で救済する唯一無二の手段なのでしょうか。悩むところだね。ああ、なるほどね。あなたはそれでいいのかって聞いてんだけど。ご立派に飾り立てた言葉なんかいらないから、ドルシニアの本音を言って。任せよう。そうやな。私は?時間が経てば経つほど現実に深刻な影響が出る恐れがあるんです。それであれば現実の騎士に任せた方がいいってこと?なら、あの方ではなく、この私がドン・キホーテ様の妄想を封じれば。なるほど。たとえ現実が歪められても、その都度私が、奔走して何とかすればドン・キホーテ様は生き生きと過ごせるはず。それが本当にドン・キホーテを思ってのことってことになるのかな。タオの顔がいい顔になってる。それはまあテンション急上昇です。私は天の頂を目指し幻月の騎士と対決してドン・キホーテ様を奪還します。了解。行きましょう。結末が気になるところだな。私は猿に進むのみです。勇猛慢心かな。読めねー。はい、じゃあ頑張って100回登っていきたいと思います。行くぜ。はい、ということで100回まで来ました。回復させていきましょう。ドルシネアはどういう答えを出すんでしょうね。楽しみです。いきます。ジュリエットが育ったんで、パーティー変えました。めっちゃ強いです。皆さん、どうしてここまで来たんですか?アロンスさんの妄想は僕は責任を持って消滅させると約束したはずですわ。それは、ここは私が話します。おう。ドン・キホーテ様から妄想癖がなくなれば、あの方も周囲の方もきっと平穏無事に生きることができるでしょう。ですが、私はあえて申します。妄想しないドン・キホーテ様など、それはドン・キホーテ様などではないと。確かに。そうやね。おやおや、これは、ロンサさんの本人の救いを願わず、そんな自分勝手なことを言うんですか?私は自分自身が肉体を得た意味についてこう考えています。私は、ドン・キホーテ様が夢見るところの理想の女性像。私は私で前々から思うところがありました。私という妄想にとらわれ、そこに逃げ込むことは、ドン・キホーテ様のためにならないのではと。なぜ私が具現化したのかわかりません。しかし、わかったことがありますと。私はやはりドン・キホーテ様が好きです。めっちゃ幸せやな、ドン・キホーテ。お人柄も、生きる姿勢も考え方も何もかも。こんなことを言うのは、尊の極み、敬の極みですが、ドン・キホーテ様のためになるかどうかは二の次。なるほど。私は私自身の意志であるところの、ドン・キホーテ様と一緒にいたいという思いを貫き、あなたと戦わせていただきます。よく言った。もう奪い合いよね。この二人の。ドルシネアと、この、銀月の騎士の。それがあなたの出した答えですか?さあ、いざ死を決しましょう。僕を倒すつもりのようですが、そんなことして大丈夫だと思いますか?なんだなんだ。まだ手が残されているのか。安い挑発はおやめなさい。僕の話を聞くとよろしい。大木の番人たる僕は徐々にアロンスさんの妄想を弱らせ消滅させようとしている。もう、僕は現在アロンスさんの妄想をコントロールできる唯一の人間というわけです。僕を倒してしまうとアロンスさんの妄想を誰も制御できなくなります。そうなった場合、どうなさるおつもりですか?なんかさ、
石井さんがさ、ツイッターで言ってたよね。あの、春日のことをちょっと思い出したみたいな。確かに俺も思い出すわ、こういうの聞くと。なんだと？ナンセンスです。あの妄想が野放しになってしまうんですか？それは正直ゾッとしない。ですが私は今更迷いません。私はここで何もせずに引き返した場合、ドンキョーテ様は妄想を封印され、私の知るドンキョーテ様ではなくなります。うん。勝負です。行きましょう。やむを得ませんね。大砲だよね。新しいボスは。最近のさ、ボスキャラってさ、なんか実装待ってるっていうか、実装しそうな感じしないですか？普通の武器使ってるじゃんね。ただでかくて動いてるだけとかじゃなくて。なんか匂う。ガチャで出てきそうな気がする。行きましょう。オッケー、出た。アジュリエットちょっと遅かったけど、オッケー、来ましたね。うお、やけど、回復させてあげようか。ちょっとまずいな、やけど切り替えできないのか。オッケー、いやー、やばいやばい、死ぬなこれ。さすがにちょっとこれは復活します。ボコボコ、一気にボコボコ。カメラさんちょっと戻ろっか。バリバリやってるけど、ジュリエットで攻めるぞ。ここは強いんすよ、ジュリエットさんが。オッケー、すいません、コンテしちゃったんですけど、突破です。ブルシフィンは全然揃ってなかったからな。この僕はここまで圧倒されるなんて。勝負は決しました。ビンギスの家サンソン・カラスコよ、潔く降伏しドン・キョーテ様を解放してください。見損ないでください。おお。まだ封印が完了していない以上、僕はここで倒れれば、アロンさんは再び妄想に支配されてしまう。そうである以上、僕はどんな恥に耐えてでも、ここから生還せねばならないのです。なんかこいつはこいつなりに考えてるのかな。ああ、待ちなさい。そうだね。大丈夫？なんかさ、どうしようもない悪だったらさ、こうやりやすいけど、そうでもなさそうな感じがちょっとするからやりづらい。なんか言ってたっけ？ああ。特におかしな兆しはないです。はったりだったわけですね。違うんだ。私はもう完全に一人の独立した人間としか、として生まれ変わったということでしょうか。やった、そういうことなんか。めっちゃ喜んでる。よっしゃー、グッドです。すごいね。おめでとうございます。現実のものにしてしまったか、あの妄想が。感激のあまり胸がいっぱいで、もう少しくらい気の利いたことを言いたいのに頭が真っ白になってしまいました。言ってたね、二の次ですって。ちょっと受けたわ。ああ、かっこいいと思っちまったぜ。ありがとうございます。これで私は一人の女性として晴れてドン・キョーテ様にお近づきになることができるようになったんですね。いやいや、幸せもないな、ドン・キョーテは。確かに。あ、やば、何？冒険続く的な？
OK。クリア。アクセサリー来い。せーの。はい。お、18か。なかなかいいんじゃないか。成長の水使いましょうか。めっちゃ手に入ったな。2000個あったね、今。よく見たら。かわいいな。OK。はい、ということで、ドルシネイアの、豆抜きでした。またね、頑張ってレベル90までね、上げていきたいと思います。頑張るぜ。よし。回復していきましょう。やっと来たぜ。私はシンデレラ。はい。いやー、ボスですね。皆さんどうでしたか今回の、ドルシネイア。天空のね、すごい強くて、頼りになるキャラだったと僕は思ってます。可愛いし。ハインリヒ、どうしよう。あいつのバッグあるかなまだ。これが終わった後。まあ、すごい使ったんでね、彼も。ボスなんですけど、大砲がね、結構強いですね。あの、ディフェンダーだからさ、死なないかなと思ってたんだけど、やけどするんだよ、こうやって。やけどされると困る。うん。いいね。ああ、食らっちゃうとね、困るんだよね。いい感じですね。気持ち的にはちょっと、一回時を下げて回復しときたい気もあるけど、たまるかな。急に死ぬ時あるんだよね、あいつも。切り替え前に気をつけろ。あ、倒しちゃった。オッケーオッケー。今回はね、割と楽だったかなっていう印象です。はい。えい。はい。ということで、クリア。たまにね、集中攻撃食らって死んじゃってたんですけど、大丈夫そうですよね、今回は。レベル5。泣いた。来ましたね。かわいいんじゃん。けい。お水あげましょう。来た。はい。いやいや、出会い出会い。臨月の騎士を。さ、いざ順調に勝負せよ。これはまさか。遅いんじゃないか、お前。ドンキホーテ様。ああ、ご無事だったんですね。やっと登場か。聖女様ではございませぬか。今日は一段と勇ましい入り立ちでございますな。おお、よく見れば山頂見るじゃないか。そうか、聖女様の友をしていたのか。そういうことね。あまり寝ぼけたことを言うなら、戦意怒っちゃいますよ。なんかさ、ちょっとボケが入ったおじいさんとかにさ、仲良くしてる近所の子供みたいなノリだね。ドルシネイアさんがあなたを助けるためにどれくらい苦労したと思ってるんですかね。本当だよ。どういうことでござろうか。わしはこれより臨月の騎士めに再戦を挑む上、もう行かねばならぬ。この、こっちの行くを、俺もプライベートで使いたいわ。行ってきます。賞賛あるの？男子の名誉をかけた勝負に、そんな打算めいたものなど不要。男らしい。また日を荒ん食べてご挨拶に伺います。なるほどな。いやいや。いける。お待ちください、同居様。行っちゃったね。うん。それは違うんじゃないかな。友達らからこそ、ドン・キョーテさんの妄想の手綱を引くと言った。でも僕の意見は逆だな。
うん、そうだね。全面的に賛成だぜ。ほんと苦労かけますわ。いたわここに。ドンキホーテさん、よくも悪くもそのままだけど、ドンキホーテさんから生み出したドルシニアさんは目覚ましく成長したよね。そうかもしれない。どうかな。よっしゃー。テンション急上昇です。シェイも大賛成です。皆様ありがとうございます。かわいいな本当に。 OK。 はい、ということで、天空ドルシネアでした。面白いね。 HP 予防男ステータスも高いし、もう可愛いし強いしで絶対スタートがいいと思います。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。また良ければご視聴お願いします。ではまたね。バイバイ。